南学院大学硬式野球部2年村上です。本日はこの活動自粛期間中に私が行っている練習を紹介していきたいと思います。家ではソフトボールやゴルフボールを用いたコンディションに多くの時間を当てています。コンディション前後に股割りやブリッジをすることでコンディション前と後の可動域の違いを確認しています。また倒立や三点倒立などで身体操作のトレーニングを行っています。外ではランニングをしたりダッシュをしたりすることはもちろんですが、ホッピングやバウンディング、ハイジャンプやカンガルージャンプなどで瞬発力を高めています。瞬発力を高める上で地面から伝わってくる地面反力を意識して強く早く動作を行うことを意識しています。素振りでは昨年秋リーグ戦で投げていた他大学のピッチャーをイメージしながら素振りを行うようにしています。また3月までに出た自分自身の課題を克服すること、フォームを固めることを重点的に練習を行っています。素振りの前にはチームで行っている正拳突きを行うようにしています。正拳突きをすることで股関節の使い方や上半身と下半身の連動性、軸を意識することができます。足の裏のコンディションについて説明していきます。準備するのはゴルフボール室です。ゴルフボールを床で置いて足の裏で転がしていきます。その際に足の指を広げたり丸めたりしながら足の裏で転がしてください。それを左右両方ともやっていきます。先ほど緩めた足の裏を今から固めていきます。まず壁に手をついて、足の裏を地面に対して90度にしていきます。で、そこから膝を曲げていきます。これを10回やっていきます。その際に腰子球と小子球が同じ位置になるように気をつけてください。今から瞬発系のトレーニングについて説明していきます。まずはハイジャンプからです。ハイジャンプで意識していることは地面反力をうまく使うことと地面との接地時間を短くすることです。地面と接地する際に膝が折れすぎないように意識しています。カンガルージャンプについて説明します。カンガルージャンプで意識することは地面の力をうまく使うこと、接地時間をなるべく短くすること、そして遠くに飛ぶことです。ボックスジャンプの代用のトレーニングを説明しています。危険性があるので怖い場合はハイジャンプなどで補うようにしてください。できればこのような高さを10回連続で飛ぶという練習をボックスジャンプの代用として行っていきます。その時に意識するのは地面から伝わってくる力をうまく活用して連続で飛ぶということです。もし連続で飛べない場合は上に止まってこの地面との接地時間を短くすることを意識してやっていってください。このような形で行っていきます。